はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。今日は7月7日七夕ですね。そろそろオールスターが、あ、そうですね、来週か。まあただ自分は選ばれてないと思うんですけれども、まあ、たださ、1軍に上がったの、まあ遅めだったとはいえ、1軍に上がってからの成績凄まじいからね。もう1戦目でさ、いきなり完全試合になるんじゃないかっていうくらいの投球をして、4勝0敗で黒星なしでしょ。で防御率 0.76 で、さらにイケメンと、このかっこいいサングラスをかけたイケメンなんで、票がね一気に伸びそうな気はするけど、まあ、そういうのはないのか。確か票はでも球界データだっけな。セントラルリーグで、あ、これか、オールスターファン投票、最終投票結果、もう最終投票なんだ、1週間前だけど。先発はこんな感じか。今永、久保、ジョンソン、藤浪、野村、田口と。で、中継ぎが来て、抑えが来て、キャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショート、外野と。で、一応パリーグは DH があるというところですね。ついでに、奥井の能力も見ますか、チームデータで。奥井と。DD、で、あとが C と。まあ、でも、パワーも、ミートも、C になりそうだね。走力も B に近いと。で、守備も、B に近づいてるんで、まあ、悪くはないんですよね。悪くはないんですけど、もう外野の層がね、厚すぎるんですよね。まず、赤松さん、足がめっちゃ速くて、もう、肩、守備、補給 B でしょ。で、天谷さんは、これ結構、ダイソー要員なのかな。積極守備とか持ってんのか、でも。で、野間さんはもう足が速くて、レーザービームの超強肩でしょ。で、守備補給 C ある。で、鈴木さんなんてもう、打てて守れてっていう選手でしょ。で、下鶴さんも、まあ、守備面に関してはかなり強いと。で、しかも対左を A で持ってる。で、松山さんも打てるし肩強いと、ちょっと守備があれだけど、まあ、全然いい選手なんで、ここにね入り込むってなるのが本当きついんですよね。奥井はやっぱりね、もう少し鍛えないとダメだな。これ全然出てないね。打率0、ホームラン0、0点1盗塁してんだけどダイソー要員になってる。こいつがダイソー要員かで1盗塁したのかな。でもまあ開始からね、わずかまだ何ヶ月、まあ、キャンプが2月3月であって、で4、5、6、7でしょ。それでここまで上がってるからね、成長度はすごいよな。ちょっともう少し奥井は鍛えたいな。移動しましょう。じゃあ、で、今日は寝ます。次の先発は11日か。チーム3連勝いいね。まあ、このままちょっと首位を独走してそのまま行きたいですけれども、奥井と練習をしていきましょう。いやー、やっぱりね、ちょっと俺の背中をね守ってもらいたいよ、外野で。で、いずれは一緒に外野として守備につきたい。でもさ、あの中から俺と奥井が入ったら、打撃面からすると多分鈴木さんが来るよね。いや、本当あの2人を眠らせておくのはもったいないな。で、俺はいつその二刀流としての進化を発揮するんだ。もうだいぶピッチャーとしては落ち着いてきてる感じがするんだけど、まだかっていう。9日だからまだ大丈夫ですね。まあ、前日にはさすがに寝ましょう。今日は出番がなかった。10日、ここはちょっとゆっくりしよう。まず移動して広島に帰ってきて寝ると。あれ12日に変わってるマジさ、ちょっとこれ体調コンディション整えるのが大変だね。ずらされると、俺はさ11日のために体を作ってきたのにさ。いや、でもそうも言ってらんないよね。だってチームの状態があるんだから、それを
うまくコントロールするのがプロとしての体作りだからね。まあ、練習してもいいような気がするんだけどな。あんまり減らないからね。練習しちゃおうか。体を動かしておこう。勝ってるね。5連勝。あ、そうだ、自分出ないと。ちょっと疲れ取れますからね。あれ？またずらされてる。今なんだ、他の人たちのローテーションの調子がいいのかな。今はちょっと先発陣の調子がいいから、ミカミックスはまあ後だなみたいなそんな感じになっちゃってんのかな。じゃあちょっと体を作っとかないと、その時のために。まだじゃああれか、その完全なるローテーションの一角にはなってないのか。他の人たちが調子が良ければ他の人たちを使っていくと。でちょっと先発が崩れかけてきたなってなると、出番が回ってくるっていう、そんなところかな。でもオールスターが始まっちゃうとね、それこそ本当に出番ないからね。登板日がさ、どん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 後ろにずらされるんだけど、ローテーションが変更されました。どういうことよ。どうやって見るのこれ、ローテーションとかって。ちょっとわかんねえな。マイデータとかプロフィールとか全然見てないけどね。特に何にもない。自分のデータ、あ、これはあれか、普通のデータか。強化項目とかでもないからね。経験値一覧とかでもないしね。こういうリスト、彼女と誰もいないしま、別に今はね、野球一筋だからね。ちょっとローテーションとかよくわかんないんで、とりあえず練習していこう。監督に聞いてみようか。監督に電話してみよう。今どんな感じなんですか。トレードを志願するとか、二刀流をやめたいですとかそんなのもあるんだ。登板間隔を変更したい。世間話をする。登板間隔とか言ってもね、まあ、中4日とか中3日とかを変えるだけでしょ。まあ、世間話しとくか。ほんと迷惑な男だなこいつはじゃあまあちょっと奥井との練習を続けていきましょう。まあ、確かにね、今チームも連勝してるからね、波に乗ってる時はやっぱ勝てる布陣で行った方がいいんで。あれ、オールスターって言ってたっけ、14とかからだったよね。今何日だ。あ、もうオールスター始まってんのか。エックルズで移動して、兵庫か。奥井とかまだ18歳だからね、見てみたら。まあそりゃね、高卒だからね。そうするとやっぱ強いよな、奥井は。18歳でこの能力だからね。甲子園とか行けなかったのかな。あれ、いつ投げるんだっけ19日か。全然登板日が来ないな。これもなんか後ろにまた回されそうだしな。今日は出番がなかった。7連勝。連勝する限りさ出番がないんだけど。おお、福田さんでしょ、キーマンでしょ。絶対に活躍してみます。ファンがめちゃ増えたな。今日の昼、一応まだ登板予定はあるか。で夜に寝て、だいぶ練習したからな、体力も減ってきたな。いやー、破竹の8連勝とか
めちゃ強いわ普通に。フリー、まあ、昼間はちょっと奥いと汗を流して夜の試合に体を作っておこう、体を温めておこう。さあ結構久々だねこれさ、結構久々だけどさこういうのって調子崩さないかな。まあ絶好調だけどね。あ、ファーストが新井さんになってるね。藤波とかやる気絶不調だ。今日は勝ちに行きたいね。打線の援護を期待したいけど。阪神甲子園球場です。さてじゃあまた例によってちょっと見ましょう。スコアで野手と、まあ、鎌田さん、阿部さん、菊池さん、鈴木さん、新井さん、エルドレッドからちょっと変わってると。で田中さん、野間さん、石原さんと、まあ、いつもの感じですね。で1番北条、ミートが高いね。流し打ち初球チャンス G かただこれはヤマトかな。ヤマト選手は走力、肩、守備、補給、特殊能力もいい感じに持ってますね。で福留か。福留って阪神なんだ。ミートが高いね。補給 A、 守備職人、早球 A、 夏男、糸井、プルヒッター、パワーはでも C か。4番にしては C っていう感じなんだな。アンダーウッドが5番、ローボールヒッター、まあミートがちょっと低いから一応5番に座ってる感じか。パワーヒッターとか特にそういうのは持ってないからね。で原口キャッチャー、肩が弱いけど早球 B は持ってんのか。でキャンベル、肩が強いのか。パワーとかそんなに高くないね。まあ一応ほぼ C だけど。これは中谷、普通に中谷、パワーが C と。で藤波、スタミナは S、 コントロールが F、 160キロ出るんだ藤波って。でフォークとカットボール、ツーシーム、クイックがちょっと悪い、奪三振、切れ持ち、伸びは C、回復も C、 スロースターター支給。よしじゃあやっていきましょう。もうちょっとツーストライクを取ってるんで、高めのスライダーを外すと、ちょっと内側にジャイロボール投げました。顔の前通過で、ここから外のフォークで落とすと。変化球、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。 OK OK、まあ、先頭バッターを、ね、出さなければ。投げました、インコースのボール左へヒット。おおマジか。バッターは二塁へ向かった。ヤマト、先頭バッターは出さなかったけど、そうかあれだよね、そういえばマークされたんだよね。初球か、ちょっと1球で、うわーもうそうか、ツーボールだったから、最後はジャイロボールで決める。でまあさすがにね、投球これから7球目、同じ球は投げられないんで。 OKOKOK、 バッターは4番糸井、4番かここで。ジャイロボールで勝負をかける。よーし、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。さて最初の打席自分で取っていこう。投げたボール、早いねやっぱり早いね。さあ次の投球、ちょっと早いわ本当に、やばいゲッツーになってしまう。ゲッツー、スリーアウトチェンジ。しまった、やってしまった。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。バッターはカリブのチョークリフォー、アンダーウッド。さあ4球目、アウトロー、フォークは外れてボール、スラーブを1球どうしようかな、ギリギリのところで打った、ライト前に出る、オッケーオッケーオッケー、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボクサー6番原口、このボールがね、もうスリーボールまで続いてるっていうのがきついんだよね。ストライク、伸びのあるストレート、次の球がラストボール、投げました、打ちました、これはヒットになります。これは無理か、取れなかったか。
さあワンアウトから先制のランナーが出ました。キャンベル右バッターボックスはキャンベル、毎回ストライク出してるね。第4球を投げました、ランナーを打ちました、ファール。第5球投げました、打ちました。これはなんか大丈夫。ああ、ありがとうございます。本当にこれで2アウト、ランナーは1塁変わりません。ああいうポテンとかがね、ちょっと怖いんだよね。投げました、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、投げた、スラブ、オーケーオーケーオーケー。三振、中田に全くタイミングが合いません。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッター、ここはちょっと藤波、投げた、ストライク。抑えておきたいよね、やっぱり。第4球を投げた、あ、危ない危ない危ない。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って、打球がね、どう飛んでいったのかっていうか、いまいち分かんないんだよね。これはヒットになるか。北条、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。ちょっと2番に回ってしまったな。初球打った、ファーストゴロ、ゲッツーになるか。ゲッツー、2塁フォースアウト、アウト。うん、いいねいいねいいね。スリーアウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています、阪神タイガース対広島東洋カープ、序盤終了しまして0対0。タイガース、この回はクリーンアップからの攻撃になります。なんかいい試合になってる。トップバッターは福留、通算2ストライク。おお、すげえ際どいところに決まった。バッターは4番糸井。ギリギリで外そうかなって思ったけど、投げた、あっと引っ掛けた。これは、あ、しまった、俺だ。やっちまったよ、マジで。ベースカバー、こう回をまたぐとね、忘れるベースカバーというものを。どうだ、盗塁を許します。おお、ダメか。キャッチャーの投げやすいところに、こっちとかに投げないとダメなんだな。足の速い人はやっぱり。バッターは6番原口、これが2度目のバッターボックス。投げました、内角低めいっぱい、ストライク。追い込んでいます、ボール低め、カウント2ボール2ストライクです。打ちました、掴んで、これで3アウトになります。毎回ランナーを出していますが、無失点に抑えています。そうか、やっぱり毎回ランナー出してるか。0対0で迎える5回です。藤波はもうちょっとストレート以内で行った方がいいかな。アウトコース低め、カットボール外れてボール。第2球来た、よし、 OK OK OK、 一直線入った、この1点を大事にいこう。6号スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、ついに均衡が破られました。今チームメイトが迎えます。自分でホームランを打つと、あー、入れてくれた、本当にありがたい。続いてくれたんだな。タイガースの攻撃、この回のトップバッターはキャンベル。第一打席はピッチャーのあいつがホームランを打ったんだ、俺たちも続くぜみたいな。3球目ストライク、ワンボール2ストライク。いいチームだ広島。もう平行カウント、新人に優しいな。打った、ピッチャー返し、ちょっと待って、あ、おお、びっくりした。アウト、これでワンアウト。自分がボールを取ったのかと思った。バッターは8番中谷、今日の第一打席はスイングアウト。第4球を三振を投げました、ジャイロボール、よしよしよし、空振り三振。バッターはピッチャー藤浪、もうフルカウントだからジャイロボールで決めよう。アウトコース低め、空振り三振、最後は空振り三振で打ち取りました。チャンス、ここも追加点のチャンスを迎えました。第9球、とどめを刺したい、危ない球、藤浪に引導を渡す。第2球投げました、打った、これは強烈、いった、今日は俺の勝ちだ。入った入った、ホームラン。第7号。まあね、あの、やっぱね、自分で点が取れるっていうのがやっぱりでかいんだろうな。先頭バッターは北条、アウトコース低め、おお、またギリギリ決まったな。第4球を、嬉しい誤算ではある。空振り三振、バッターアウト、4連続三振。投げた、ジャイロボール、ゴー、打った、ヒットになります。福留、ナイスバッティングです。左バッターボックスは4番糸井、現在の打率は2割4分9厘。ボールしてるね。ジャイロボール見送ってストライク、内角見送ってストライク。これは第6球を落とそう。スタートを切った、三振、 OK OK OK。 阪神甲子園球場からお送り、7回の裏、アンダーウッド、ラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターはカリブの長距離砲、アンダーウッド。パスだけがちょっと怖いんだよな、ローボールヒッターも力、しかもそういえば。ストライク、第4球を投げた、打ちました。これ取れる、俺は無理か。さあ5球目、ボール、カウント2ボール2ストライクです。打った、これはファールさん、スタンドに入りました、ファール。ちょっと球数を
投げた、投げてるね、打ちました、サードの右、サードから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。え、バッターまだワンアウトか。投げた、3球目ストライク、第4球を、これは落とそう、投げた、打ちました、一、二塁間へ、菊池取った、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、キャンベルありません。右バッターボックスは7番キャンベル、今日はショートフライとショートゴロ、空振り、追い込んでいます。ここを打ってるんだね、キャンベルも。第4球はホームランを打った、ファールボール、第5球、あのカメラマンとか全く動じないな、球が飛んできても。次は6球目、フェンスとか特にないよね、自分で避けないといけないのか。打ちました、そりゃそうか、カメラにフェンスがあったら見づらいか。キャンベル、いいバッティングを見せました。そんなことを言ってる間に打たれてしまった。ここまで2打席連続三振、ちょっと疲れてきたね。7回投げました、打ちました、うわー、抜かれたか、やばい、ピンチを招いてしまった。ピンチを広げてしまいました。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。ボールが一つ来てるか、ジャイロボールで押そう、打ちました、センター方向に持っていく、ありがとう、取ってこれで3アウトチェンジ、なんとか踏ん張りました。まだ投げるか。この回1番からの高打順になります。トップバッターは北条、スタミナがな、ちょっとまずはやっぱりきついね、本当に持つか持たないかっていうくらいだな、9回投げました、フォークボール見逃す三振、ただこれもね、3球三振、キャッチャー B があってこれだからね、投げた、ジャイロボール、まあ、普通のキャッチャーっていうのもあれだけど、特にそういうのがなければもう投げきれないんだろうな。阿部、ボールを取る、一塁送球、アウト、よしよしよし、3アウトチェンジ、この回きっちりと3人で抑えています。いやもうちょっと抑え出してくれてもいいんだけど、ここで俺に打たせるっていうことは続投か、安藤に変わってんね。投げた、見送ってボール、カウントは2ボールノーストライク、第3球、ほい、打ったい当たりだ、うーん、上げてしまったか、ヒット、ああでもヒットになったか、あ無理だないいバッティングを見せました。さあ最後はじゃあ締めて完封といきますか。スタミナがない、これは3人持つか、なるべくテンポよく投げて打たせていきたいけど、よし、1球とかで仕留めたいね。そうはいかんか、フォークとか次あたりやばそうだな。うわー、そうなんだよ、もうこのスタミナがねなくなってくると本当きついんだよね。変えられたか、お食いじゃねえこれ。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対0カープ勝ちました。対戦投手、まあでもなんだかんだで6対0だからな、まあ俺もだいぶ点を取ったけど。8回3分の1無失点、めちゃくちゃトロフィーもらえるね。おお、体力が少し負けてるようだなって、毎回少しだな。あ、行きましょう行きましょう。あ、石原さん本当いつもね巧みなリードありがとうございます。本当これもね石原さんのおかげですよ。今日も勝利できたのは本当石原さんの巧みなリードのおかげです。じゃあ移動して、まあ、寝ましょうと。いやこれ MVP って言ってもさ、今月俺何回投げた？多分2日くらいしか投げてないよね。ああでも2勝してるからね、そのうち防御率もいいし。あー、エルドレッド、ちょっとさっきは新井さんに変わってたけど、で次の登板は26とかになるのかな、まあ、それまでまた練習をしていきましょう。あとはね、いつこう野手としてのお声がかかるかっていうところなんだけど、8月とかには入りそうだな。スタミナが上がった。出番がなしと、
10連勝とかなんか言ってたね。あ、予想か。まあ今はひたすら野球の練習をするしかないんだ。22日、得意とかね、ちょっと特殊能力をね覚えてくれるといいんだけど、いやマジで11連勝とかすっげえな。もう9ゲーム差ついてるよ。もうこれはリーグ1位通過は間違いないな間違いないなって油断するのはあれだけど、であとはクライマックスシリーズをしっかり勝って日本シリーズも勝っていくと、負けたか今日は。で地方って地方ってどこなの。で今日は登板日前日なので、夜に寝ますか。さて夜はゆっくりしましょう。でもしっかり勝つね。またなんだ、花火見物をしたのか、セリーグのタイトル争い、金がね増えていく一方だね。本当に使わないからな。まあ若いうちはねその方がいいでしょうやっぱり。今日は巨人戦か。広島はレフトに丸が入ってるね。京セラドーム大阪です。読売ジャイアンツ対広島東洋か17回戦の模様をお送りいたします。阿部の顔ってなんで毎回これすごいの本当に。先発の投手はマイコラス、全然わからんな。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃。ちょっと丸すげえなマジで。巨人を中心に見ていきますか。ここら辺は変わらずだな。片岡、4番坂本、5番が阿部、6番が村田、7番がギャレット、8番が橋本で、マイコラス、ドロップカーブかで、チェンジアップスライダー、奪三振、勝ち運、タイピン持ってんのか。なるほど。で、フルカウント。これは投げた。おっ、よーし、空振り三振。バッターは2番片岡、現在の打率は2割4分4厘。アウトロー、外れてボール、慎重に攻めてきます。カウント、バント職人なんて持ってるんだね。第4球を投げました。高めボール球打った。大丈夫でしょ。オッケー。これで2アウト、ランナーありません。ヨーはね強いんだよね。普通に投げました。打ってくるんだよな。ボールも空振り、これで追い込みました。慎重に行こう、慎重に。よし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 。見事なピッチングです。立ち上がりは上々だね。最後は三振で仕留めました。1回が終了しまして、カープ立ち上がりを無得点。さて自分で点を取っていく、これがやっぱりでかい。投げました。低め、ストライク。いいところに投げてくる。第2球打ちました。痛烈、いった。いやだいぶ気持ちが楽になるね。2点取れたってことは。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは坂本。ストライクを取ってるから、投球これから4球目。やばい、おっつけて打つ、ファール。
ちょっと外に出そうかと思ったら甘く入ってしまったな。ジャイロボール見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。フォークで決めよう。流し打ち、どうだ、ヒット。打たれた、やばいぞこれ。打った1塁蹴って2塁へ。あー、先頭バッター2ベースを打たれたか。そして阿部か、フルカウントだね。遅そう。投げました。うわー、ちょっと待って、これはセンター無理か。いや、これ1点入ったな。ジャイアンツ1点返しました。阿部タイムリー。結構試合が動くね。まだノーアウトだからな、厳しいな。併殺の力はぜひ併殺にしたかったけど、まあ三振でもいい。こいつも併殺持ちか。みんな併殺だらけだな。これは大丈夫だね。ここはもう1点に抑えたいよ。これでツーアウト。いや、この自分で追い取った2点があって本当に良かったよ。見逃しの三振。2回の裏が終わりまして2対1ジャイアンツ、この回1点を返しています。この回の攻撃はマイクラスはまあピッチャーだから別に大丈夫だよ。 GG だしね。第3球はボール、2ボール1ストライク。バッティングカウント、投げた、打った、エルドレッド、これはちょっと待って、これでワンアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って長野。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、ジャイロボール見送ってボール、1球外してきました。アウトローによってストライク、投球これから4球目。フォークを落とす、打ちました、ファールボール。第5球ちょっと1球外しますか。内角高め、ジャイロボール、外れてボール、大きく外れました。ギリギリのスラブ打った、菊池、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。で、第4球をストライクを取ってるので1球外してと思ったら入った。外角高めいっぱいに決まった。京セラドーム大阪からお送りしております、読売ジャイアンツ対広島東洋カープ。すごいね、鈴木さん3割7分とかあるんだ。カープリードで迎える4回です。まあ俺も規定打率が全然足りてないけどさ、6割だからね。第2球打ちました、痛烈クリーンヒット。これいける、これ足速いんだっけ。いや、速いわけはないんだよね。ツーベースヒットを放ちました。追加点はならずか。要はね、ちょっと怖いんだよね、やっぱり。ほら、こう打たれるんだよな。やっぱり先頭バッターをどうしても出しちゃうな。そこからのクリーンアップか。おお、大丈夫か。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。阿部か。次は4球目、投げました、打ちました。これはこれでしょ。落下点で構えます。よしよしよし、サードグラウンドで。ありがとうございます。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、省エネピッチングをしたいよね。第4球を投げました、まあ、3球を取っていくっていうのもいいんだけど。レフト方向へ持っていきます、取りました。よしよしよし、これで3アウト。4回の裏が終わり、さらに点を取ってくれたな。2点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。2点になるとだいぶ気持ちが楽かな。第1打席はセンターフライに倒れています。外角高め見送ってストライク、これで追い込みました。三振男、投げました、一つ外した、ボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク、打ちました、菊池、交代、掴みました。よし、これでワンアウト、ランナーはありません。本当にわからん。バッターボックスにはバットに当たるとさ、現在の打率は2割1分4厘、今日2度目のバッターボックス。ボールがどう飛んでいくのか全く予想つかないからな。これとか抜かれたか。橋本、ナイスバッティングです。バッターはピッチャー、あれ変わってる、送ってくるか。食らせません。ショーフライになった、ファール。第3球はこのギリギリの、ここはバント、ピッチャーの右へ。いや、俺がやる。一塁送球、菊池取って、デシャバルな、こういう時だけデシャバルね。ツーアウトランナー2塁に変わります。打って出ました、ライトへの打球。よしよしよし、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。セカンドランナー残塁。前半が終わりまして3対1。打たれてるんじゃ打たれてるのか。リードで迎える6回です。でも6回で4本だからね、全然上々か。初球から打ってった、レフトバックしていった、取りました。上がりすぎたか。ボールは中継、これでワンアウト、ランナー。打撃とかもこうやっても一瞬で終わるな。先頭バッターは片岡、今日はサードフライト。これはだから先頭バッターを出さないことだよ、やっぱり。投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、
3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打った、エルドレッド掴んだ。よしよしよし、エルドレッド自分でベースを踏んでアウト。バッター恐怖のカクランド苦手なんだよな、要は本当にフォーク決まってストライク、これで追い込みました。投げた、ジャイロボール、おー振ってくれた、いいね、見事なピッチングです。坂本もいい感じで追い込んでる。投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、打ちました、三遊間のこれは大丈夫、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。よしよし、京セラドーム7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは阿部、初球も近かったな、現在の打率は3割飛んで9厘か、ここは引っ張りに警戒します。足遅いんだな、やっぱり阿部は。打った、ライト方向へ持っていきましたが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番村田、今日は三振とレフトフライ、甘え球、投球はこれから6球目。いやでも失投はね、もうだいぶやっぱり2軍の時と比べて減ってるよね。2軍の時はなんかもう断るごとに失投してた気がするからな。そこはやっぱりキャッチャーの差なんだろうな。おお、ありがたい、本当にありがたい。プレーを見せました、スリーアウトチェンジ、最後はいい守りを見せ、ありがとうございます。本当に7回の裏が終わりまして3対1ジャイアンツ、ラッキーセブンは無得点で終わりました。これなんかそういえばさ、リプレイみたいなのあったよね。あ、もう交代したか。だいたい7回、8回いけるかっていうところか。ご覧いただきました一戦は5対1か勝利しました。対戦投手は毎回ヒーローに選ばれてるね。そしてホームランも打つと、あー菊池さん9号かそう変わらないからね、俺もホームラン、あ違う違う、9回に18号かもう18号までいってるんだ。6勝、いや10勝はいけそうだな。20勝とかもねしたいけどね、ちょっと1軍に上がったのかな、少し遅かったからね。よし、レギュラーとして起用していこう。レギュラーになった。最後まで投げ切りたい。いやー無理だな、ちょっと調子を見て判断してもらいたいね。体力を温存したい、限界まで投げたい勝利投手になりたい。うん、勝利投手になりたいねまあなりたいっちゃなりたいけど、まあ普通に調子を見て判断していただければと思います調子次第か、お願いします。うん、まあそれはねチーム状況という方が優先だからね。打順か、どうしようか、まあ、5番6番あたりでいいと思うんだけどね。5番あたりにしてみる。はい、はあいや成績的には十分だと思うんだけどね。本塁打が15本以上、チャンスで30打席以上経って得点圏打率3割3分で5番か。さすがにクリーンアップの壁は厚いね。ファンが1人増えたって誰だこの心優しいファンは。矢蓋さんに思ってもらった。タイトル争い、ホームランランキング、中田、メヒア、大谷、リーディングヒッター中島、角中さんがいたな、中田、12勝和田、あ、涌井とか、あ、涌井とかって今どういう能力になってるんだ。シュリッター、わからん。増田さんがいるね。というところで、じゃあ無事レギュラーを勝ち取ることができましたので、これで、二刀流としても、今後は進んでいけそうですね。
というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。